これね、サラダなんだって、サラダ。これもクリームシチューに入れてみますね。よくね、カレーセットとかで、人参とじゃがいもと玉ねぎ、それがいくつか入ってるやつ。あれって、あれですよね、お買い得ですよね。ああいうのを利用した方がいいかもしれないね、単品で買うよりね。大根も入れてみようか。もうこんな少ししか残ってないんだけど。あと何入れようかな、ここからサラダ人参これも入れようか、これこれやベビーコーンこれも入れようか、あとじゃがいもこれも入れようか、ブロッコリー、おさつ、これどうだろうな、あれ、ああ、そうなんだ。ほら、ドレッシングがついてた。これは分かんなかったね。これ柔らかいから溶けちゃうかもしれないね。じゃあこんなことこですかね。あ、玉ねぎか。玉ねぎ。こういったね、お鍋が出てきたんですよ。これね、よく見るとね、ここ、少しくぼんでるんですよ。これ、くぼんでるってことはあれですよね。
IH では使えないってことですよね。あの段差があるってことだから、ちょっと使えるか使えないかやってみますね。使えればいいんだけど、空間が空いてるってことだもんね。書いてないんですよ、 IH 対応とかなんとかって。どうだろうな。あ、やばい、なんか歪んでる。対応じゃない、歪んでる。ほら、ここのところへっこんでるの分かりますか？ここのとこ、これね、対応じゃないんです。 IH 非対応。あー、びっくりした。見る見るうちに歪んできた。びっくりした。びっくりしたね。まあ IH で使えなくてもね、ガスレンジで使えるからね。このサラダどうするんだろうな。洗えばいただけると思いますけどね。ほら、こんなドレッシング。よし、じゃあもういいとしようか。一旦切るんですよ。でこれ入れるんですよ、どうせなら4個入れちゃえ。
じゃがいもの皮。5分。で5分経ったらこれ 100cc、 まあ 100cc ないんだけどね。はい、じゃあ牛乳入れますよ。そして再び5分。これ美味しそうになったね。いろんなものが入ったからね。これはかぼちゃの皮。いいですね。それでは完成です。クレアおばさんのクリームシチュー。よいしょ。はい、もうね、これね、買ってみたんですよ。冬季や夏の冷房などで手足の冷えを感じる方に生姜ココア。面白いね。ココアにね、生姜が入ってるんだって。機能性表示食品だって。届け入れ番号 D-281。これなんです。ミロじゃないんですよ、これ。生姜ココア。まあ、少し、まあ、スキムミルクも混ざってますけどね。あ、本当だ。生姜の香りがする。三温と、少しね、お砂糖は。お湯。どうでしょうね。こんな具沢山になってますからね。よっ。ああ、でもあのお鍋びっくりしたね。熱に弱いんだね。でも火でも大丈夫なのかね、あれね。まあ、もしもね、まあ、IH じゃないよって方はね、差し上げたいんですけどね。まあ、歪みにね、治りましたよ。一瞬歪んだけどね。またね、同じやつ買ってきてやりますからね。こうにして。
はい、それじゃあね、まずは、まあ、生姜ココア。これ飲んでみますね。あ、ほんとだ、生姜だ。面白いね、生姜の効いたココアなんてね。これは、クレアおばさんのクリームシチュー。うん。大根シャキシャキしてる。これはかぼちゃですね。かぼちゃが甘っ。これはベビーコーンです。いけますね。まあいいか。のり、これがサラダ。レンコン。でもサラダにレンコンって面白いね。これ温めることを前提にしてるんかね、このサラダは。サラダからやってきたブロッコリー。
美味しい。もう味覚もね、ほぼ、まあ、戻ってきてるんですよ。よかったね。一時はどうなることかなと思ったもんね。人間って大変だね。いろんな機能があるから、感覚機能っていうかな、まあ五感機能。そういった機能が衰えちゃうとね、味気なくなっちゃうもんね。これは美味しい。もうクリアおばさんが味が分かるようになれば大丈夫ですね。生姜の味もね、まあ、しますからね。はい、それではね、今回はクレアおばさんのクリームシチュー、まあいろんなねサラダから、まあ、具材をたくさん入れました。とても美味しくなりました。ご視聴ありがとうございました。